この番組はサンリオとご覧のスポンサーの提供でお送りします。いやー、なんて素晴らしいお力。この私、大臣として黒御様を強力にサポートしてまいりますぞ。大臣、このモグラ毎度コロコロ寝返って卑怯ぞな。大臣はバクに決まってるぞな。やりゃー、最後のムカムカ玉を出したものはこの私なんだぞ。大臣はバクに。黒御を捕らえなさい。はっ、ほれ。おお、黒御様。あ、プリンセスはあたいだよ。ああ、もう一丁。あ、みんな、あ、一体何や。やろ、これはヤンバか。お前らにはこれから一生城の掃除当番をしてもらうよ。まずいです。このままではあの悪夢が再び。悪夢って？ピンクの森が妄想の紫の森になってしまうのです。ということはまた人間界は妄想の世界になっちゃうの？竹山少女でーす。歴史男だ。百鳥、百鳥、よろしくだおー。ダーフピーフーちゃん。マッチョ、マッチョ、マッチョ。やっぱ大最高。なんて幸せ。あの悲劇がまた。何言ってんだい。妄想に浸るのは最高の幸せさ。最高。何でもあたいの妄想。クロミ、こんなことしてタダで済むと思ってるんかい。はい、思ってますよ。あ、そこのチン、ちょっとあたいの足を揉んでくれたまへよ。もみ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 。うん、なかなかうまいじゃないか。うしょ、今に見てろ。はいはいはい。元女王様の方がお前たちよりよっぽどいい動きしてるじゃん。お前たちも見習いな。女王様。クロミ様、お風呂の準備が整ったぞんな。もうよっしゃ、ひとっ風呂浴びたら本日のメインイベント、ヒイラギ様をお呼びしちゃって、パンパカパーンの結婚式が始まっちゃうんだもんね。もちろんジュン君も呼ばなきゃね。え、人間界じゃみんな妄想三昧で再起不能じゃないのか。へん、あたいが大事な人にそんなことするわけないだろ。ちゃんとバリアで守ってるんだよ。そろそろかね。結婚式が終わるまでここでおとなしくしてるんだぞ。いったー。くそ、マイメロ大丈夫かな。ああ、このままじゃ世界は黒御の思いのままや。ルミ、あ、お、ヘアピン。
悪の元凶のあのティアラさえ奪って粉々にしてしまえばこのプロミランドも消滅するはず。はい、はい、みんな出払ってるみたいだな。助かったで。マイメロはあそこへ。よし、マイメロ助けに来たよ。返事して。イメロどいてろ。やったマイメロ大丈夫。ふにゃふにゃにゃ、マナちゃんかわいい。もっくりパズハンマー。日当たりが黒みの部屋、黒みがお風呂に入っている。今がチャンスです。寝室だ。服が点々と落ちてるよ。あっちがバスルームなんだよ。バスルームの中ね。キャー！ジーチカー！嘘やだ！信じらんない！見ないでそんな！あ、引っかかってやんの。あたいのティアラを狙うなんて100億万年早いっつーの。くらえ。ああ、見ろだ。さて、邪魔者は片付いたし、いよいよ新郎ヒイラギ様をお呼びして、ラブラブアチチーの挙式をしちゃうもんね。カモンヒイラギ様。あれ、お迎え、カモン、ヒイラギ様。え、なんで？どうしたそんな。あたいのティアラがない。お探し物はこれ。なんで管理人さんがここに？溜まってるお家賃はちゃんと納めるぞんな。だからそのティアラはクロミ様に返してあげてほしいぞんな。相変わらずお前らは鈍ちんだね。私の目的は初めからこのティアラなのさ。お？これさ。どんな？ドーン記号？思えば長かった。クロミにムカムカ玉を集めさせ、負け犬層の住民からは負け犬オーラを絞り育て上げてきたこのドーン記号。なんだって？お前たちは私に利用されていたのさ。一体何者？ミュートパワー！キャー！管理人さんが！あの黒ひょうだったんかい！お前は一体？女王様も知らないの？ミュートパワー！お前さん、待たせたね。今こそ復活の時だよ。お前さん、さあ、世界中に散らばったクローンプたち、ここに集結しなさい。クローンプが全て吸い込まれたら、もうキラキラ玉が集められないよ。あと一個でコンプリートなのに。ついに我が輩の復活なのだ。クローンプが全部吸い込まれちゃった。早くあれは。次回、願い前メロディースッキリ、思い出してスッキリ。